ミキンダニ、ミキンダニは、タンザニアの都市。インド洋に面し、ムトワラ州に属する。ミキンダニとは、若いヤシの木を意味する。ミキンダニ中心部のクワイエット通りミキンダニは、古い交易都市である。この周辺の、元々の住人は、マコンデ人であるが、旧世紀頃に、アラブ人が来航し、アラブ人商人の交易拠点となった。 やがてこの交易都市も他のアフリカ大陸東岸の都市と同じようにスワヒリ化し、19世紀前半にはオマーン王国のサイードサイードの支配下に入った。ミキンダニの主要交易品は奴隷であり、主にマラウイコからタンガニカ南部まで伸びた、奴隷貿易ルートからヤオジンやアラブ人のキャラバンによって奴隷が流入し、ミキンダニからザンジバルなどに輸出されていった。 当時の奴隷市場は現在でも残っている。ミキンダにはこのようにして富を蓄えていった。1906年の地図。赤い線は航路であり、沿岸航路の拠点となっていたことがわかる19世紀後半にはドイツの勢力下に入り、1890年にはドイツ領東アフリカの一部となった。奴隷貿易は禁止されたが、ミキンダには周辺で採れるココナッツ。 ゴム、サイザルアサ、カシューナッツなどの輸出港として、重要な地位を保ち続けた。第一次世界大戦後に、イギリス領となった後も、ミキンダにはこの地方の商業、行政の中心となっており、多くのインド人人口を抱えていた。植民地時代の建築1946年、英国植民地政府はこの地域に、巨大な落下性生産地帯を作り上げる単画にいい 落下生計画を立て、輸出港として新たに、三金谷の南1 0トルにある、ムト原ラを選び、ここに、港湾施設と都市を建設し、成長も1947年に、ムト原ラへと移した。タンガニーカピーナッツ計画自体は、寒布なきまでに失敗して1951年に終わったが、ムト原ラの町はこの地方の輸出港や、行政の中心として成長し始め、 逆にミキンダニは衰退していった。さらに、タンザニア政府によってこの地方のアラブ人やインド人は退去し、街は時が止まったようなありさまとなった。モザンビーク北部国境に近く、同国で内戦が長く続いたこともミキンダニの衰退に拍車をかけた。1977年から1994年までの間、この街は、 モザンビーク内戦の影響を懸念したタンザニア政府によって観光客の立ち入りが禁止されていた。ミキンダニの町はハート型をしたミキンダニ湾の南岸の緩やかな丘陵に位置している。湾の入り口は狭く、これは18世紀から19世紀にかけての船乗りたちに格好の避難港を提供した。町は ムトワラとリンリを結ぶ道路沿いに位置しており、ムトワラからはダラダラと呼ばれる、近距離バスで簡単に行くことができる。ミキンダニの衰退は、1990年代中盤に、町の中心部にある、ボマトリデが改修され、リゾートホテルとなってから上昇に、展示始めた。開発が止まっていたこともあり、曲がりくねった道のある、旧市街や、アフリカとアラブの様式の混在した建物、 ドイツやイギリスの植民地時代の建物がよく残され、17世紀のアラブ人の建物や19世紀後半から20世紀初頭にかけてのスワヒリ建築も残っている。街にはホテルやバーができ始め、近くの海はダイビングスポットとしても知られるようになった。しかし、街の主要産業は今でも農業と漁業である。街の住民のほとんどはイスラム教徒である。 ありがとうございます。